父ちゃんが見つかった。今大事な時だって分かってる。だけどどうしても父ちゃんと話しておきたいことがあるんだ。少し留守にするけど心配しないで。君がコーチが言っていたアストだね。父ちゃんがオリオンのコーチ？でもオリオンはそんな僕たちを拾ってくれた。手を差し伸べてチャンスをくれた。ベルナルド様が行っていることによって多くの人々が救われているんだ。アスト、君もオリオンに入らないか？一緒に世界を救おうよ、アスト。サッカーは世界を救えるんだ。確かにマリクに協力したいとは思う。だけど俺には仲間がいるんだ。だから今はチームを離れられない。じゃあ戻るよ。親子の時間はもう終わりだ。アスト君大丈夫ですかね。こんな時間なのにまだ帰ってきてないみたいですよ。昼間にみんなで辺りを探したけど見つからなかったそうです。平気平気。ロシアのことわざでもこう言います。出かけた子戻らぬ時でもマトリョーシカ。へえ。まあ嘘ですけど。ん？私だ。稲森アストはオリオンの一員になった。これは彼自身の意思だ。そうだ、一応報告しておくよ。稲森アストがオリオンの一員になった。そうですか。衝撃の追加メンバー。いい加減、やばいだろ。一度も連絡なしだぜ。確かにそうですね。警察に届けた方がいいかも。ご主、そっか、110番だ。いや、絶対番号違いますよ、ロシアだし。マジ？何番？それには及びませんよ監督。昨日の夜、稲森君と連絡が取れました。え？お父さんの都合で戻るのが遅くなるそうです。
みんなごめん、ビシーだそうです。ビシーは嘘ですよね。似てねえし。よかった、無事なんですね。親父さんの都合、やっぱりそうか。親父さんとは久しぶりの再会だ。積もる話があるんだな、きっと。ったく、水くせえな。ご主、こっちにも連絡ぐらいよこせよな。よし、アストがいない分、俺たちはもっと練習を頑張ろうぜ。ガシ、その前に、まずは朝飯を済ませないと。私も一緒にいいですか。ん、うわ、ご主、お前、ノリカだよな。みんな久しぶり。わあ、ダリゴス、この都会っ子ダリゴス。みんなは変わってないね。ということで、パンパカパーン、衝撃の追加メンバー、海原ノリカさんです。海原ノリカです、よろしくお願いします。わあ、ダリゴス、この都会っ子ダリゴス。そんなに、そんな騒ぐほどのことじゃねえだろ。いや、これは完全に騒ぐほどのことだね。ほい、ビフォー。よっしゃ。ショートカット、かつストレートパーマか。この方が軽くてプレイしやすいの。あ、お土産持ってきたよ。あ、ノリカンチのノリコシね。そこは変わってねえか。マカロン。アスト、よかったね。ああ、ロシアで親父さんに再会できるなんてわからないもんだな。あ、もしかして父ちゃんロシア人？絶対違うだろ。早く会いたいな。そうでごしゅね。監督。なんです？アスト君から連絡があったという話、嘘ですね。そんなことありませんよ。なら一つだけ教えてください、アスト君は無事なんですか？はい、それについては心配ありません。では違う心配があるということですか？それにしてもノリカ、追加メンバーに選ばれるなんて頑張ったんでごしゅね。まあね。やっぱりみんなで食べるご飯は美味しい。アストがいたらもっと美味しいのにね。そうでごしゅね。あ、おかわりするでごしゅ。ダメ、太っちゃうし。盛り上がってるな、このチーム。どこまでキーパーが増えるんだ。確かに遠藤に鷺沼、西影、それに海原、合わせて4人もキーパーがいることになりますね。言われてみれば、親分、こんなにキーパーだらけのチームなかなかないですね。それもそうですが、この程度で驚いてちゃいけませんよ。え、今日からチームに入るのはノリカ君だけじゃありませんから。まだ誰かいるんですか？はあ、日本代表を強くするために俺が取るべき最良のポジション、それはディフェンダーなんだ。よし、ゴーエンジ君、急がないと練習に遅れるよ。うん、稲森君は次の試合には出られそうにないので、彼は一回お休みです。その代わりはこれから考えるとしますが、新メンバーのノリカ君、あなたには世界のレベルになれるためにも次の試合に出てもらいます。はい、それじゃ頑張ってください。よし、みんなそれぞれアップだ。はい、はい、はい。監督。あ、俺を使ってくれ。
キーパーでなくとも構わない。そんな簡単にキーパーへのこだわりを捨てられるんですか？今日からは俺も加わるしな。ん？おや、遅かったですね。あれ？やはりそうか。そろそろ復帰だと思っていました、ゴーエンジさん。しかも少しイメチェンまでするとは。俺がどうかしたか？ご主…待たせたな。お前…だれ！稲妻イレブン。本当に誰なんですか？それでは衝撃の追加メンバー大発表。小僧丸サスケくんです。本当に衝撃だ。んな騒ぐほど変わったな。こっちもビフォー。わあ、変わったね。別人だ。はあ、まあ成長期だからよくあるっちゃあるけどな。さすがにここまではないでしょう。こんなビフォーアフター見たことないでごっしゅ。では小僧丸くんから一言。親分、そっちはゴーエンジさんです。あ、失敬。確かにゴーエンジに似てるな。でごっしゅね。だいぶ寄せてきたね。ええ。じゃあ小僧丸くんから一言。これは来るぞ、あの時みたいな挨拶が。田舎島の自然の中で技の特訓でもしようと来てみたが、腰抜けの集まりとはな。ロシアに来てこんなに頼もしいみんなの顔を見られるとはな。ここでサッカーやってもエルモンは何もなさそうだな。ここでサッカーをやればエルモンも多そうだ。そんな奴らがフットボールフロンティアで勝てるわけがねえ。合流したからには必ず勝利をつかみ取る。よろしく。変わったご主。本当ね。変わったな。いや、お前もな。俺だっていつまでも子供じゃない。おい小僧丸、合流してすぐスタメンになれると思ったら大間違いだ。確かにな、最初から上から目線のスタメン気取りか。それなら見せてもらおうか、お前たちの実力を。ん？さあ、いきなりよくわからないミニゲームが始まろうとしています。合流早々大変なことになりましたね。これはこれでいいヒントになるかもしれませんよ。稲森くんがいない今、どのみち次の試合では新たな攻め手を考えなければなりませんから。おお、しかし何があったらあんなに変わるんだ？小僧丸、ずっと一人で特訓してたんだよね。一人で？ああ、山でな。山？山でサッカーしてたんでごしゅ。え、俺は日本代表に選ばれなかった。よっしゃ！それが決まった時、俺はすぐに特訓を始めることにしたんだ。向かったのは日本屈指の険しい山。足を鍛え、より速く動く術を鍛え上げるためにな。こうして俺は大自然の中で新たな力を得たんだ。これは出るぞ。何がでごしゅ。わからないのか、岩戸村くん。今までにないワイルドなプレーだよ。体当たりで大自然に打ち勝ったんだ。そのパワーは半端なものじゃない。それではキックオフ。ルールは簡単、1点を先制した時点で勝ちです。おお、先にボールを取ったのは鷺沼。まさかまさかこのままゴールしてしまうんでしょうか。お
俺に歯向かうその息やよし。浮かすか、やれるものならやってみろ。出るぞ、山仕込みのワイルドプレイ。小僧丸、一気にゴールへ。ゴール、ギリギリで鷺沼をかわしました。ワイルドプレイっつーか、なんか言うほどじゃなくね。うん。続いての相手は吹雪敦也くんです。吹雪敦也、熊殺しの敦也か。あ、教えてやろう。俺は山で一人ボールを蹴っていたわけじゃない。特訓の相手がいた。あ、誰だよ。熊だ。はあ、熊？熊ってあの熊？すごい奴がいるもんだな。きっかけは道に迷い山から出られなくなったことだった。俺は草を食べ、小川の水を飲み、なんとか生き延びた。だがな、そこは奴の縄張りだった。その山の守り神といわれる伝説の月のワグマ、その名も手負いの野獣郎。その瞬間から奴との命がけの戦いが始まったんだ。そして今日も生き延びることができたと一息ついていたある夜のこと、俺は見たんだ。日本対韓国戦、誰もが目を見張った必殺シュート、ラストリゾートが。へっ、てラストリゾート。俺は震えた。そして悟った。俺は逃げずに戦って、やっぱり豪炎寺さんになるとな。そして気づけば山の支配者になっていた。強く願えば人はなるべき自分になれるんだ。なるべき自分、豪炎寺さんっぽくなりつつ山の支配者にもなっちゃったんですね。これは今度こそ出るぞ。何がでごしゅ。熊と戦い、豪炎寺さんを目指したからこそ生まれた唯一無二の必殺技だよ。それはベアトルネードとでも言うべき技に違いない。口だけじゃなく見せてみろ。おっと、ラフプレイです。出るぞ、熊との戦いが生んだ新たな必殺技が。ファイアトルネード。ゴール。これが俺のサッカーにおける回答だ。小僧丸、確かに上手くなったけど。ファイアトルネードはもともとできたよな。推理全然当たってない感じでごっしゅ。今日は調子が悪いな。今日はだよ、変わったのは見た目だけか。彼はかなりの成長を遂げたようですね。そのようだな。よし、ノリカ、お前の新しい技遠慮なく見せてみろ。はい。きっと大丈夫、ずっと磨いてきたんだもん。
してゴールを任せられる。ありがとうございます。なんだと。この程度か。ならラストリゾートを受け継ぐことができるのは俺だけだ。ロシアとの試合が始まる。立ちはだかる最強のフロイを前に俺たちはどう戦う。小僧丸、お前。次回、稲妻イレブンオリオンの刻印、華麗なフロイ。稲妻イレブン今日の格言。強く願えば人はなるべき自分になれる。以上。